おはようございます。速稼塾の久保でございます。速稼塾に入っての特典の一番大きいものってのは、私はですね、この私の YouTube チャンネル登録者数1万人前後のね、こちらの方で紹介されるということだと思うんですよ。やっぱりアクセスを取ろうと思ったら、アクセスがすでにある人のところに飛び込んでいくのがいいかなと思いますし、アクセスが取れると集客もできますし、集客ができれば売り上げも立つということなんで、それぞれね、皆さんインターネットを通じていろんなね、ビジネス活動とか、それから趣味の活動されていると思いますけども、なかなかね、視聴者数が上がらないとか、チャンネル登録者数が上がらないとか、 LINE アットの読者さんが増えていかないっていう問題があると思うんですよ。もちろんリアル店舗をやっていても同じです。私がですね、お店の紹介をすれば、やっぱりそこお客さんの導入にね、つながりますんで、そういうふうに活用していただけたらなと思うんですよね。今までも47都道府県、全国オフ会っていうのをね、やってきた時に、各地の店舗ですとか会社っていうのを紹介すれば、やっぱりね、オーダーにつながるわけなんですよね。そういうふうな形を通じてアクセスを取るということ、集客をするということ、売り上げを上げるということ、これが一直線に並んでるということをね、気づいていただいて、そしてこの YouTube チャンネル、私のね、隠居 TV の久保哲郎チャンネルで紹介させていただいたら、なんかのお役に立てるんではないかなというふうに感じております。最近もですね、 YouTube チャンネル始めた方がアクセスがぐっと伸びたみたいな例が何件かありますんでね、利用していただければと思います。速稼塾に参加するとこういう特典があるっていうことですね。もちろん速稼塾に参加していなくてもですね、すごいこれいいな、この動画いいなっていうことでしたら、勝手に取り上げさせてもらいますけども、速稼塾の塾生になったらね、もう完全無欠で、久保さんこれお願いしますって言ったら、はいどうぞってかね、もうすぐにその日のうち、もしくは次の日に紹介するという形になっております。アクセスが取れてない方とかね、商売がいまいちな方、ぜひね、ご相談いただければと思います。それでは今日は行ってらっしゃい。